今日は雑煮を作るぞ。料理の腕がどれほどのものか見せてみな。俺の先行、岩石の巨兵、守備表紙。甘いぞ、激流層発動。そしてアックスクラッシャー。さらに塩もみでぬめりを無効化する。なら俺は人参をサウザンドナイフで破壊、大根をアックスクラッシャーで反撃。手札からユズを墓地に送り、サウザンドナイフすることで千年アイテムの力を得る。さらに人参を捨てることでクリボーを召喚。そして増殖とのコンボでクリボーは無限に増え続ける。なら俺は大根を生贄に捧げ、ブルーアイズホワイトドラゴンを召喚。さらにドラゴンを呼ぶ笛で2体のブルーアイズを場に出す。やるな、カイバー。俺はカードを1枚セットし、燃え盛る大地発動。そして2体のマシュマロンを場に出し融合。なんだと。さらに本出しと白味噌で追加攻撃。だが燃え盛る大地の効果でマシュマロン液状化。マシュマロンは破壊された時分裂復活する。だがこいつを場に出せば俺の勝利は決まる。終わりだー、遊戯。それはどうかな。リバースカードオープン。死者蘇生。墓地のモンスター一体を復活させる。蘇れ混沌の戦士カオスソルジャー。カオスソルジャーの攻撃、カオスブレード。ブルーアイズの体が崩れ落ちていく。闇属性のクリボーと融合したことで光属性のブルーアイズは属性反発作用で腐食してしまう。ならまとめて神の生贄にしてくれるわ。オベリスクソウルエナジーマックス。フィールドのモンスター全滅。これが神の力だ。俺はこれでターンエンド。